こんにちは、Fスターの丸山です。さあ今回ですね、デッドプール&ウルヴァリンネタバレあり編のレビューやっていこうと思います。まだ見てないよって人はね、ネタバレなし編の動画こちら上がってますんで、そっちを見てほしいなと思ってます。でね、もう見たよって人はね、これね、ここね、ネタバレありの、コメ欄になってますんでね、なんかコメントとかみんなの感想を聞かせてほしいなと思ってます。今回はこんな感じでいこうと思ってます。まず初巻っていうところを話しまして、その後にサプライズの部分ですね、今作の良かった点を話しまして、最後にちょっと気になったところをね話しまして、最後に、今作のテーマがどんなところだったのかってところを話していこうかなと思ってます。はい、それじゃあやっていきましょう。じゃあね、初巻っていうところなんですけど、まあ満足はしました。はい、とてもてんこ盛りな内容でしたね。本当にもうぶっ込みまくってる、詰めに詰めた内容っていう感じですね。これあのネタバレなし編でも言ったんですけど、ディズニーになることによってね、結構バイオレンスだったりギャグ、っていうところがね目減りしちゃうんじゃないかなと思ってたんですけど、全くその心配はなかったなというところ。むしろパワーアップしてました、ちゃんとね。 MCU 周りのギャグもすげえ多かったし、あのソーのね、あの TVA で流れるソーの泣いてる映像、あれ結局何だったんだろうっていうね多分どっかで回収されるんだろうなと思ったりしてますけど、はい、まあそういうのもあったりとか、まあ本当いろんな人出てきたし、 MCU 来たんだなっていう感動もすごくあったしね、はい、そこも良かったと思いますし、まああとアクションかな、アクションシーンもね、もっと血みどろっていうか生々しさ結構増してるシーンもあったし、オデッセイの中でデップとウルヴァリンが戦うシーンがありますけど、あそこのシーンとかね、かなり生々しさが結構あったと思うんですよね。そういうところ、そのウルヴァリンらしい生々しいアクションっていうのもあったし、ザ・マーベルみたいなアクションシーンなんだけど血がすげえ出てるみたいなね、腕すげえ飛ぶみたいな、そういうねデップらしいシーン、進化してるけどデップらしさもあるっていうシーンね、そこもしっかりあって、アクションシーンに関しては本当に満足でしたね。で特にあのね、デップがいっぱい出てきたところですね、横スクロールでの長回しの撮影のアクション、これは本当に見物、素晴らしかったですね。まあ、そんな感じでね、アクションシーンに関しては本当に文句なかったなというところでありますね。で今作のテーマもちょっと変わってたかなと、前作前々作とちょっと変わってたんじゃないかなと思ってて、そこはね今作、MCU に来て初めてのデップ作品ってところだったので、そういったところにねつなげていったのかなと思ったりしてます。まずはねサプライズでしょう、なんといっても、はい、今作結構びっくりしたんですけど、まずヘンリーカビルでしょヘンリーカビルがウルヴァリンやってんのちょっとびっくりじゃない、スーパーマンですよあの人、そんなんありかっていうね、これはびっくり。まああのヘンリーカビルがもうスーパーマンを引退したからできることなんのかな、なんでしょう、マーベルに来たことによってマーベルじゃないところに手出し始めるっていうね。でその後にね、虚無に行くとクリス・エヴァンスが出てくると、うわまた出てくれんだ、うわキャップやってくれた、復活してくれたわ、うわなんか嬉しいなと思ったら、まさかのヒューマントーチうわすげえことすんなと思って、フォックスを吸収したことによってできるギャグ、これはマジでビビりました、かましてきたなというところですね。で今作のテーマってところにねすげえ絡んでてね、ギャグであるし示唆にもなってるっていう、とんでもない、人選だったなと思います。でその後に出てくんのがさ、またブレイド出てきたよ、ついにブレイド単発もやるって言ってたけど、ついにブレイド来ちゃったなと。ガンビットも出てきたし、エレクトラも出てきたし、でさらに、ダフネも出てきましたね、はいちょっとブレイドはマジで上がっちゃいましたね。昔ねフジテレビの土曜日の映画の番組枠ね、そこでブレイド結構やってたんですよ。で結構見てたんで、うわこれはブレイド嬉しい、しかもウェズリースナイプスでしたね、そのまま老けたなと思ってねはい、だからそのエクスペンダブルズで見た以来に見ましたね、ウェズリースナイプス。いやーこれはぶち上げポイントでしょ、すげえ声出ちゃいましたね。そうでガンビットも、単独映画やるって言われてたんですよね、チャニング・テイタムで、なんですけど頓挫しちゃったんですよ、ボツになっちゃって、その単独映画っていうのがなしになっちゃったキャラクターなんですよねガンビット。そのままチャリング・テイタムが出てくるっていうね、これは熱いでしょう。ニコラス・ケイジがねスーパーマンやるみたいな、でそれでもうスーツのフィッティングまでやってたって話あったじゃないですか。
でそれがフラッシュで回収されるみたいなところがあってすげえぶち上がってましたけど、あのフラッシュ公開された時ね。なんですけど今回ガンビット出してくんだっていう感じでね、この回収の仕方はね、もうチャニングテイタムも嬉しいだろうしね、ガンビットの、公開を待ってたファンにとっても嬉しかったんじゃないかなと思いますね。はい。でエレクトラですね。エレクトラも結構古い、2000年代初頭ぐらいにやってたんじゃないか、あの作品って。最初のデアデビルですね、ドラマより前の映画のデアデビル、あの直後ぐらいに公開してた気がするんですけど、エレクトラね。そのね、さっきのヒューマントーチも含めてフォックス周りの2000年代初頭ぐらいのキャラクターと演者がもうボコボコって出てきて、まあ単純にびっくりサプライズの部分で、盛り上がったところかなと思いましたね。まあ今作のね良かったポイントまた話していこうと思うんですけど、ハッピーも出てくるしさ、あとドクターストレンジネタもあったりとか、あとその舞台が結構 TVA に関わってたりするところもあったりして、若干マルチバースものでもあるっていうところもあったりして、かなり MCU 色がねやっぱり出てる作品でありましたね。その TVA の中にデップがいるっていうところが、うわーついに合流したわって感じ、フォックスごめんディズニー行くわっていうシーンもあったりして、まあ以前にその合流したヒーローってところでスパイダーマンがいたと思うんですけど、スパイダーマンなんかね噂で MCU に合流するみたいな噂がねずっと出てたんで、あーやるんだっていうぐらいの気持ちだったんですけど、デッドプール 1,2 がやってた時期のフォックスって全然その買収される気配全くなかったんですよね当時。てかなんなら歴史すごいあるスタジオだからさ、そんなどっかに買収されるわけないだろうっていう高をくくってた気持ちがあったんで、だからその MCU とずっと交わることはないんだろうなっていう気持ちがずっとあったんですよね、デップに関して。うん、だからまあせめて X-Men ともうちょっと絡んだりするのかなぐらいの気持ちだったんですけど、 MCU の世界観の中にデップががっつり入ってるっていうのがちょっとやっぱ序盤ねすごい感動しますよね。やっぱそこはね今までこうヒーロー映画見てきた人間としては感動するポイントでありましたね。虚無にウルヴァリンとデップが行っちゃって、初めてデップとウルヴァリンが戦うシーンが対マンで戦うんですけど、そこの感動もすごいありましたね。ウルヴァリンに関してはずっとネタで振ってきたから、この二人がついに同じ画面で戦うんだっていうのね、すごく感動しましたね。でさらにディズニーの映画でこんな地味道で戦ってるってところも感動するポイントだったし、であとやっぱりねオープニングのねダンスね、今回オープニングねいつもと違いましたよね。なんか今までさデッドプール2だと007のパロディしながら、スタッフ名のところをいじるみたいなねところがあったんですけど、その辺のスタッフいじりみたいなのは全く今回なくなってましたね。ちょっと残念な気持ちにはなったんですけど、でも超地味道のアクション、しかもそのウルヴァリンのビブラニウム製の骨でね殴り殺しまくるみたいな、それでいてダンスがあるっていうね、この謎の緩急が、めちゃくちゃ楽しかったんで、これはこれでいいなっていうところがありましたね。これも楽しいポイントでした。20世紀フォックスの看板がもう砂漠に傾いて倒れてるみたいなねところも、20世紀フォックスがなくなったっていうギャグでもあるし、20世紀フォックスの作品の猿の惑星のパロディにもなってるっていうこのダブルミーニングですね、これが本当に見事だったなと思いますね。あとそのマルチバースをいじるくだりね、これ最高。いろんなデッドプールがねいっぱい出てきて、そこでね主人公のデップちゃんがねもうマルチバースやめないみたいな話をしてて、おマジでそうと思ってもう複雑化しすぎててよくわかんないよっていうね、もう新規の人入る余地なくない結構っていう感じがあったりするしね、っていうところでもう一回マルチバースやめて単品で面白いの作ってくんないみたいな気持ちが結構ある人いると思うんですけど、それを結構代弁してくれててね、俺マジで芯食ったギャグ発言だったなと思いました。あと別のデップがねめっちゃ出てきますけど、これついにやってくれんだっていう感じがねめちゃくちゃあってね、すげえぶち上がりましたね。その女性版デップだったり、あと子供のデップとかさ、日本の侍のデップみたいなね、コミックのまんまやってくれたっていうのが嬉しかったですね。あと今作ピーターがめちゃくちゃ出てくるんですよねまあ、前作、死んじゃったんですけどタイムスリップして助けられたピーターですね、 X フォースのね完全なモブキャラとして出てきてたピーターなんですけど、今作めちゃくちゃフューチャーされててあそんな重要だったんだみたいなね、ところも笑えたし、さらにその完全に一般人のピーターだからこそデップのことをこう偏見なく見れる
人だったのかなっていう気もしたりしてて、本当に仕事を斡旋してもらったりとか、うん、危ないとこ助けたりとかね、今作すげえ活躍してましたね。めちゃくちゃ笑いました。だってドーピンダーより出てんだよ今作。すげえ出てんだから本当に。はい、で今作ちょっとね気になったところを話していこうと思うんですけど、やっぱりねその MCU に来たことによってそのデップらしさってものが感じるのは感じるんですよね。ちゃんとギャグバイオレンスだったりそういったところで感じるんですけど、若干デップらしさ減ってないかなっていうのをちょっと思っちゃいました。はい、まあっていうか、まあ前半はね結構デップのバイオレンスアクションとギャグ、それがもうめちゃめちゃ効いてて、わこれデッドプール見てるわと思ってね楽しめたんですけど、虚無からこの現実、自分のバースにですね戻った後かな、そのあたりから結構わーなんか MCU っぽいなっていうのを、ちょくちょく感じることがあって、まあそれは何なんだろうって思った時に、話がすげーでかいからかなっていうか、まあデッドプール 1,2 に関しては結構その動機が結構個人的になったんですよね。デッドプールの行動する動機、はい、まあ1作目だと人質に囚われたバネッサを助けるために向かうと、2は自分の在り方、デッドプールの在り方ってところを模索するんですけど、その中でケーブルがタイムスリップしてくると、で男の子ね、はい、あの子を助けるのか助けないのか、だから結局デッドプールとケーブルの話の個人的な話になってたんですよ。はい、それだから感情移入できてよかったんですけど、で今作はね自分のいるバースを救わないと、自分の仲間たちですね、愛する人たちが消え去ってしまうんで、その人たちのために時間軸を守るという話になってまして、規模感がすげえでかくなってるんですよね。まあ今作も個人的な理由ではあるんですけど、うん、もう完全直接世界を守るために戦ってるヒーローなんですよね。完全にそのね世界を救うヒーローっていう MCU っぽいところになんか最終的にこう企画していく感じになってまして、それがあれなんか今まで見てたデップとちょっと違うなって思ったポイントでありますね。これが気になったというか、まあ良くも悪くもなところだと思うんですけど、今回ねデッドプールが MCU に合流した1作目ってところなんで、 MCU のデッドプールと今までのデッドプールっていうのが半分半分入ってたなって気がしたんで、これからのデッドプールっていうのはこうやって続けていくんだっていうね気概を感じたところでもあったんですよね。だからまあ一概に悪いとも言えないんですよね僕的には。だからまあこのままねどんどんこう MCU っぽくなってっちゃうとちょっと寂しいなっていう思いはありますね。あともう一つはダフネが出てきたってところかなまあウルバリンっていうキャラクターが、まあもう一回出てくるのはめちゃくちゃ嬉しいんですよね。っていうかなんならあのウルヴァリンがねあのスーツで出てきたのがすげえ嬉しかったし、あのマスクも被ったし、あそことか超良かったんですよね。うわついに被ったあのコミックでおなじみのマスクと思ってすげえ嬉しかったんですけど、でもダフネ出しちゃうとちょっとやりすぎじゃないかなっていう気がしてて、あんだけ綺麗に終わってたローガンっていう作品をねもう一回続ける必要あんのかなって思っちゃうんですよね。ウルヴァリンが出てくること自体はまあマルチバースとかいろいろ言えるからいいと思うんですけど、ダフネに関しては完全にローガンで生まれたものだから、それはローガンの続きになっちゃうんじゃないかなって気がしてて、だからダフネ出すのは打足感があったかなっていう気がしてますね。はい、うん、その2つがちょっと気になったポイントでありましたね。で今作のテーマ性がね今までのデッドプールとちょっと変わってきたなっていうのを考えてまして、今までのデッドプールっていうのはまあこれネタバレなしの方でも話しましたけど、はぐれ者たちのワンサゲモノだったんですよね。うん、いろんな、はぐれ者のキャラクターがみんな集まってきて、ドーピンダーがあの殺し合いになりたいって言ったりとか、まあそういったところでそのもう一回人生をやり直そうっていうね、作品になってたんですよね。はい、なんですけど今作はちょっと違ってて、今回ね虚無にいたヒーローたちですね、あの人たちってもう昔フォックスでやった、忘れられたヒーローたちなんですよね。ヒューマントーチ、ガンビット、ブレイド、エレクトラ、その人たちがいる場所が虚無なんですよね。はい、虚無、何もない場所ですね。はい、忘れ去られた場所にいるんですよね。でその人たちがデッドプールとウルヴァリンと一緒に忘れ去られたその虚無から脱出するために戦うんですよ。忘れられた者たちのワンスアゲインものになってたんですよね。ちょっと変わってて、
MCU ができる前からアメコミ映画をちょっとずつなんとか盛り上げてきてた人たちなんですよね。だからその人たちがもう一回やるぞっつって戦ってたら上がるでしょそりゃ。若干テーマは変わったにしろ、よりこの負け犬たちのワンスアゲインっていう感じがしてね、すごくぶち上がったポイントでありました。でさらにもう一個テーマがあったと思ってて、20世紀フォックスへのリスペクトですね。これがすごいあったんですよ。特にエンドクレジットですね。20世紀フォックスでやったヒーロー作品の、オフショットだったりね、その劇中の絵っていうのが使われてたんですけど、なんならファンタスティック4に関してはそのリブートのやつも入ってたしね。でデアデビルも入ってましたもんね。フォックスが亡くなったし、もう今やっていないシリーズの人たち、ヒーロー映画を作り続けていた、20世紀フォックス、そのキャラクターたちを引き継いでまたね一から作っていくよっていうね気概を感じましたね、かなり。だからそのスタジオの看板はなくなっちゃうけれども、キャラクターは生きるし作品は残り続けるっていうね、かなりポジティブなメッセージを受け取れたかなと思いましたっていう感じですね。みんなの感想ってところもね、コメント欄でもらえますと幸いでございます。はい、よければね高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、概要欄の方にですねいろいろ貼ってありますんで、そっちのチェックもよければお願いしますという感じですね。はい、それじゃあまた。